ジョン・マッケンロは、アメリカの男子プロテニス選手。左利き。身長180センチメートル、体重75キログラム。ATP ツアーでシングルス77勝、ダブルス71勝を挙げ、シングルスダブルスとも、世界ランキング1位になった数少ない選手の一人で、ある。グランドスラムでは、シングルス優勝7回ダブルス優勝9回、混合ダブルス優勝1回の、 計17回の優勝を飾った。ダブルスでは、旧友ピーター・アフレミングと組んで57個のタイトルを獲得した。他にも、年間最終戦、優勝3回、最多タイトル獲得記録、シングルス通算世界一位在位記録歴第5位、ダブルス通算世界一位在位記録歴第3位など、数々の記録を保持する。父親の軍務地であったドイツ・ビースバーデンで生まれる。 父親は著名な弁護士で、弟のパトリック・マッケンローもプロテニス選手。元妻は女優のテータム・オニール。現在の妻はロックシンガーのパティス・マイス。試合中、審判の判定にクレームや暴言を発することが頻繁にあったため、悪道、マッケンローと呼ばれた。1976年から選手生活を始めたマッケンローは、 18歳の時に1977年、全仏オープンコインゴーダブルスで、幼馴染のメアリー・カリローとペアを組み、初めての4大タイトルを獲得した。続くウィンブルドンで予選からベスト4に進出し、準決勝で、当時の世界1位だったジミー・コナーズに敗れたが、ここで、世界的な注目を集めた。その後、スタンフォード大学に進学し、1978年に、 NCWA のタイトルを獲得すると、大学を中退して、プロ入りする。翌1979年には早くも、全米オープン決勝に進出し、ビタス・ゲルレーティスを7から5、6から3、6から3で破って、20歳の若さで4、大体開発タイトルを獲得する。1980年、マッケンローは、ウィンブルドンで、初の決勝進出を果たし、 大会5連覇を目指すビョルンボルグに6から1、5から7、3から6、7から6、6から8で敗れたが、3時間55分に及ぶ、戦いは、テニス史上に残る、名勝負として今なお語り継がれている。とりわけ第4セットは、ボルグの7つのマッチポイントをしのぎ、タイブレークを18から16という壮絶なスコアで、ものにして、最終セットに持ち込む。 大激戦となったが、最後は、鉄人、ボルグの前に力尽きた。しかし、同年の全米オープン決勝で、同じボルグを7から6、6から1、6から7、5から7、6から4と、フルセットの末に破ると、翌1981年のウィンブルドンでは、再び決勝で、相ま見えたボルグを4から6、7から6、7から6、6から4で破り、 前年の雪辱を果たして初優勝。こうして、マッケンローが、ボルグのウィンブルドン、6連覇を阻止した。続く、全米オープンでも2年連続決勝で、ボルグを破り、同大会で3連覇を達成する。同時に ATP ランキング1位の座をボルグから、奪い取って、マッケンロー時代の幕開けを告げた。1982年は、ウィンブルドンは、決勝で、 ジミー・コナーズ、全米オープンは準決勝で、イワン・レンドルに敗れて、4大タイトル無冠に終わる。対レンドル戦は0勝4敗と苦手にしたが、年間ランキング1位は失守する。1983年以降は、充実期を迎え、同年のウィンブルドン、1984年は、ウィンブルドン、全米オープンの2冠を獲得。 両年とも年間ランキング1位をキープし、名実ともにトッププレイヤーとしてテニス界に君臨する。絶頂期の1984年は、プレイスタイル的に苦手な全仏オープンこそ、イワン・レンドルに敗れて、準優勝に終わったものの、優勝した全米オープンでは、そのレンドル、ウィンブルドンでは2年前に苦敗をなめたジミー・コナーズを、共に決勝で圧倒する。 ツアーを通じてもレンドルに6勝1敗、コナーズに6勝0敗と、当時のランキング2位3位である2人を全く寄せ付けず、最終的に全14大会に出場して12大会で優勝、デビスカップでの1敗を合わせても、年間わずかに3敗という圧倒的な戦績を残した。1985年に入ると、年明けのマスターズは、前年の勢いで、 イワン・レンドルを一周する。当時の四大大会は、年間第一戦が、全仏オープンであった。マッケンロー最大の関門である、全仏オープンの準決勝でクレイ号車のマッツ、ビランデルニクスすると、5年連続決勝進出中だった、ウィンブルドンでも、第8シードのビッグサーバーケビン・カレンに足を救われ、まさかの準々決勝敗退に終わる。 唯一決勝に進出した全米オープンもレンドルに、前年の雪辱を許し、4大タイトル無冠に終わっただけでなく、ランキング1位もレンドルに奪われる。それ以後、1986年1987年は、背中の故障などもあって出場試合数が激減した。出場した試合でも低迷が続き、ボリスベッカーなどの新勢力の台頭もあって、 マッケンローのシングルスでの成績やランキングは下降した。1988年、前年の出場停止処分に橋を発した、長期休養から、復活を起きして4月のジャパンオープンを復帰戦として選択すると、有明コロシアムで行われた決勝では、新勢力の代表、ステファン・エドベリを6から2、6から2で破って優勝した。5月の全仏オープンでは、 当時絶頂期にあったイワンレンドルに4回戦で敗れ、ウィンブルドンと全米オープンは共に2回戦で格下の選手に惨敗する。以後、ツアーでの優勝は散発的にあったものの、4大大会シングルスは1989年1992年のウィンブルドン、1990年全米オープンのベスト4が最高と、 再びタイトルを獲得することはできなかった。1990年前後オープンでは4回戦でハプニングがあった。この時マッケンロはミカエル・ペルンフォルスとの対戦中に先進を睨みつけ、ラケットを地面に叩きつけ、主審への暴言などを繰り返したため、第4セットの途中で競技役員との話し合いの末、主審から失格を言い渡された。これに、 観客は行き通り、試合会場を立ち去ってしまった。このペルンフォルス戦は、マッケンローの暴言がどう過ぎた試合の最たる例として、語り草になっている。ダブルスでは、ピーター・フレミングの引退後も活躍を続け、オーストラリアのマーク・ウッド・フォードとペアを組んだ1989年の全米オープンで優勝する。引退を表明した1992年にも、 ドイツのミハエル・シュティヒと組んで8年ぶりにウィンブルドンで優勝を飾った後、デビスカップでもピートサンプラスとペアを組んで、決勝のスイス戦では2セットダウンから逆転勝ちして優勝を決めるなど、最後の活躍を見せている。特に、シュティヒとペアを組んで、ジム・グラブリッチー・レネーバーグ組を5から7、7から6、3から6、7から6、 19から17で破った決勝の試合時間5時間1分はウィンブルドン男子ダブルス決勝の史上最長時間記録である。1992年に33歳で現役を引退した後はテレビ解説者として活躍する一方、ビョルンボルグたちと共にシニアツアーに参加し来日も果たす。1999年ウィンブルドンでは シュテフィグラフとペアを組んで混合ダブルスに出場している。1999年に国際テニス伝道入り。2006年には突如ダブルスでツアー復帰を宣言し、ヨナス・ビョルクマンとペアを組んだサンノゼース AP オープンで優勝を飾っている。マッケンロー47歳、ビョルクマン33歳ペアの優勝は記録的にも特質に値する。 マッケンローは日本でも高い人気を誇り、トヨタカローラにもテレビ CM に出演する、東日本企業のイメージ宣伝に起用されたり、漫才師のギャグネタなどになることもあった。現役引退後の1995年11月には、アカシア・サンマのスポーツするぞ。大放送に出演し、アカシア・サンマと共に、サンマ VS マッケンローというエキシビションマッチを、 行ったこともある。木を見て、ネットに出て、ボレー等でポイントを決めるネットプレイヤー。サービスゲームではサーブと同時にネットをダッシュする、サービスおレーを基軸とする。リターンゲームでも、ストローク戦から、ネットダッシュするか、場合によってはリターンと同時にネットダッシュする、リターンネットも見せる。ジョン・マックンロー、マドリード・マスターズ・シニア2007方、または、 腰の故障から考え抜かれたとされるほとんど相手に背中を向けた極端なクローズドスタンスから放たれるサーブは強力で特にアドバンテージコートから左利き特有のバックハンドサイドに切れていくスライスサーブは両手打ちバックハンドのために比較的リーチの狭かったライバルビョルンボルグとの対戦時は大きな武器となったボルグとは対照的にガットをギリギリまで ゆるく張ったラケットから絶妙なタッチで繰り出されるボレーは変幻自在で野獣、コナーズ、氷のボルグの変形に対して芸術家、マッケンローなどと称された。プレイスタイル的にはネットプレイヤーであるがストロークも決して苦手ではなく全世紀は各時代最強のストローカーであるジミー・コナーズ、ビョルン・ボルグ、イワン・レンドル、マッツ・ビランデルを ストロークの打ち合いで翻弄することも多かったため、オールラウンダーと評される場合もある。彼のストロークの特徴を表すキーワードはライジングで、人によっては、マッケンローのストロークは、ハーフボレーの延長だなどと評するほど、フォアバックともに、ほとんどのストロークをバウンドの上がり剤で処理した。これは1970年代末期、ボルグの高く跳ね上がるトップスピンに対して、 多くのネットプレイヤーがベースライン後方に押し下げられ、ネットプレイを封じられていたことに対抗するために生まれたと思われる。ベースラインから下がらずに高い打点で処理することで、より早いタイミングで、しかも角度をつけて返球することが容易になるため、結果的に早い展開で相手を振り回すことが可能となる。相手側から見ると、ボール自体は速くないのに、 すぐボールが返ってくる。強打しても軽くかわされ、ちょっとでもストロークが浅くなると左右に振り回されて、気がつくと、ネットに出てきて、ボレーを決められるという状態になる。ボルグのマッケンロー表に、彼は、コートのあらゆるところから、あらゆる、スピンのボールを打つことができるとあるように、単純に、ボールの威力で相手を粉砕するのではなく、コート中に、様々な球種を散らし、 相手を翻弄して、最後は、ネットプレイで決めるのが彼のプレイスタイルである。その意味では、同じライジングでも、高い打点からエースを狙って、ハードヒットする現代のライジング打法とは趣を意に、する。ネットプレイヤーとしては異例に、パッシングショットも、得意とした。フォアバックともにストレートショートクロスと自在に打ち分け、同じスタイルの相手と対戦する際には、 非常に有効であった。しかし、絶対的な体力に裏打ちされた粘りのストロークが要求される。クレイコートはやはり苦手とし、絶頂期の1984年でも、あと一歩のところで、全仏オープンのタイトルには届かなかった。全体として、ネットプレイストロークともに、非常に攻撃的なプレーを行うが、決して勢いに任せて、 エース狙いのハードヒットを繰り返すタイプではなかった。彼のトレードマークでもあった、審判の判定に激光して悪態をつくような場面の後でさえも、プレー自体は頭脳的で、彼以前の悪道入りなスターゼやライバルのコナーズ、彼の後に続いたゴランイワニセビッチなどのように、そのままプレーが乱れる場面は少なかった。マッケンロは、ウッドラケットとカーボン、グラスファイバー等、 新世代の素材を用いたハイテクラケットとの交代時期に活躍した選手である。一切年下のライバルイワンレンドルに7連敗を喫していた1983年に初頭、それまでのウッドラケットマックスプリーからカーボン製マックス 200G にラケットを変えたことと相前後してレンドルとの対戦成績も逆転し、その後の全盛期を迎えた。 彼がこのラケットに切り替えたのは、弟のパトリック・マッケンローに勧められたからだという。それ以後、現役を引退するまでこのラケットを使い続けた。マッケンローは、男優ライアン・オニールの娘で女優のテータム・オニールと1986年から1994年まで、婚姻関係にあり、ケビン、ジーン、エミリの3人の子供がいる。2人の離婚後、 当初は両親に共同親権が認められたが、1997年に、マッケンローが単独親権を得た。1997年には、ロック歌手のパティスマイスと結婚し、アンナとアバの二人の娘を設けた。二人の住居は、ニューヨークマンハッタンの高級住宅街アッパー、ウエストサイドのデュプレにある。オープン開校 W イコール優勝、F イコール準優勝。 sf イコールベスト4 qf イコールベスト8 r イコール海戦敗退 rr イコールラウン敗退 q イコール予選海戦敗退 lq イコール予選敗退 a イコール大会不参加 p イコール開催延期 wg イコールデビス z イコールデビス地域ゾーン po イコールデビス g イコールオリンピック金メダル s イコールオリンピック銀メダル sf B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。1979年全米3回戦の不戦勝は通算成績に含めない。ありがとうございます。